コンラート・ゲスナーの動物誌に掲載されているビショップ・フィッシュ。ビショップ・フィッシュ、またはシーモンクとは中世ヨーロッパの民話に登場する伝説の海洋生物。巨大な魚の姿をしているが、尾ひれが足、胸びれが鍵詰爪のついた腕のように発達しており、頭は円錐形。人間のように直立歩行で移動する。ノルウェーなどで、 ビショップ・フィッシュが浜に打ち上げられた、もしくは網にかかったと記録されている。スイスの博物学者、コンラート・ゲスナーの著書、動物誌には、1531年に、ポーランドからドイツにかけての海域で、ビショップ・フィッシュが捕獲されたという記録がある。捕獲された、ビショップ・フィッシュは司祭たちのもとへと連れてこられたが、手のような胸びれで合図をして逃がしてほしいと訴えた。 今願を承諾して、被災たちが海へ逃がしてやると、ビショップ・フィッシュは十字を切って、礼をしてうなばらへ消えていったという。ゲスナーの動物誌には、ビショップ・フィッシュがイラスト付きで紹介、掲載されている。動物誌に掲載されたイラストは、多くの書籍で流用され、アンブロワーズ・パレの怪物と脅威、ギオーム・ロンドレの海の魚類について、 ウリッセアルドロバンディの怪物詩で確認できる。ビショップフィッシュの正体については、諸説あり、カスザメ、セイウチ、ズキンアザラシなどの候補が挙げられている。デンマークの動物学者、ヤペトス・ステーンストルプは、ドイツ・ポーランド海域で捕獲された、ビショップフィッシュは巨大なイカであったという説を提唱し、両者を比較したイラストを発表した。地上と同じように、 海中にも聖職者が存在するキリスト教的な世界観がビショップ・フィッシュの創造に影響を与えたと言われている。ありがとうございます。